はい、ご紹介ありがとうございました。近畿大学の20日と申します。よろしくお願いいたします。本日はこのような紹介の時間をいただきありがとうございます。ご紹介いただいたような非接触での自賠式超音波ガイド波送受信技術とその応用について紹介させていただきます。この技術の概要ですけれども、水とか、高いもの蒸気もしくは、ガスとか流れるですね、配管、これプラントとかコンビナートに行くともうものすごい数を見れるわけですけれども、多くがですね保温材、もしくは断熱材と呼ばれるもので保護されているようなものです。でコンビナート等ではですねこの超大な配管の検査というのを行う必要がありまして、近年長距離まで伝播する超音波ガイド波というのがございまして、これが適用されるようになっています。これは後で詳細説明しますけれども、壁面自体を振動させて長距離伝播させるというような方法です。でそうすると血管があるとですね数メートル先でも超音波が反射して戻ってきて検出できるということになるんですけれども、この管に、や超音波振動ガイド波を生じさせるという必要があるわけですけれども、短縮紙レーザーいろんな方法ございますが、それらを管に接触させる必要があって、こういう保温材がある場合はですねこの現状の技術の適用は難しかったということです。で今回紹介させていただく新技術はちょっと離れても計測できるというですね磁気を応用することで非接触での超音波ガイド波送受信を実現する技術です。すいません。で従来技術としていくつか紹介させていただきましたが、配管検査する技術では内部にロボットを入れてというようなこともございますが、これは使用中のものにはなかなか難しいということです。で例えば左下の方は、これは保温材があっても電磁波のパルスを打ち込んで渦電流を発生させてその音を検出するということで、血管検出が可能と言われてますけれども、これはこの打ち込んだ場所でしか見れないんで、ものすごい長大なパイプを何個もという場合にはなかなか全部適用するのは難しいということです。で先ほども紹介した、超音波ガイド波というのはいわゆる超音波センサーを全体にこうつけて、直接振動させるとか、レーザーを当てるとやれば伝播されて検出してということは可能なんですけれども、やはり本材を外すと直接接触する必要があるということです。で、このガイド波超音波を発生させるのに発電センサーとかですね、もしくはEMAT と呼ばれている電磁力を使うものもあるんですけれども、やっぱりこれも直接接触しなきゃいけないとか距離が離れるとちょっと難しいというようなさまざまなメリットもあるんですけどデメリットがあってですね、使用している保温材内の配管を外から完全に非接触で検査するという技術は、一部できますけども、その全体をくまなく検査するというのは大変難しいというのが現状です。でその中でも先ほど紹介した広範囲を一気に調べられるということで超音波ガイド波というのに、我々着目しました。超音波ガイド波で超音波というの検査っていうのは皆さんよくご存知で、例えばお母さんのお腹に打ち込んで内部の胎児の超音波を調べるとかですね、そういういわゆるバルク波と言われているものが、従来からございます。これはこちら方向に打ち込んでこの範囲を調べるということで、精度は大変いいんですけれども、探査範囲が広い狭いというのがいわゆる超音波の試験なんですけれども、超音波ガイド波というのは、先ほど申しましたように、これが配管とかだとすると、ある部分で振動を起こしてそれが壁全体を振動させながら伝播するということで、10メートルとか100メートルにわたって、伝播して戻ってくるということで、その範囲の検査が可能だということです。で、2000年過ぎぐらいからですね、化学プラント等の長大なパイプラインの検査にはこの超音波ガイド波による試験が行われているということになります。で、ちょっと学術的にややこしい話になるんですけれども、超音波ガイド波というのを簡単に紹介させていただきますと、
周波数としてはいわゆる超音波 あのメガとかの帯域と比べるとですね少し低い周波数帯になりまして、まあ、およそまあ100キロと、まあ、高くても200キロヘルツという周波数です。で波はまあご存知の方も多いかもしれないんですけど、さまざまなモードがあります。地震でも P 波とか S 波があるようにですね、配管の場合はこうねじれて進むようなものとか、縮みながら進んでいくようなものとかですね、その T 波とか L 波とか F 波とか、さまざまなモードがあるんですけれども、その中で、まあ、検査でよく使われている、まあ、L 波もよく使われているんですけれども T 波というものがございます。これはですね、群速度が一定ということで、まあ、ねじれながら進んでいくんですけど、このねじれるスピードによらずですね、進行していく伝播スピードが群速度と言われているものが一定なんで、まあ、一定速度で進んで血管があると跳ね返って戻ってくるということで、血管の位置が同定するのが容易であるということで用いられています。で原理として、ガイド波を発生させる方法は発電式とかいろいろあるんですけれども、我々は磁気というものに着目しました。で、ちょっとマイナーなんですけど、いわゆる発電効果の磁気バージョンがございまして、磁気効果と申します。これは磁気をこの矢印でかけると、内部の磁石に見立てたような軸と言われているものがこう移動して、まあ、伸び縮みするというようなものです。これによって磁気をかけるとそれが歪み変換されるという効果がございます。ということで、従来技術としてはですね、磁化したニッケルを、これがまあ配管だとしますと、その周りに巻きつけておいて、さらにそこにまあリボンコイル、コイルを巻きつけておきます。でコイルに電流を流すと、この磁気が、発生しまして、これによってこの磁気効果が起こって伸び縮みが起こると、まあ、それが振動になって、この送信部からガイド波が伝播されていくということです。で、もう一つ磁気効果にも逆効果がございまして、逆に振動というか歪みを与えると磁気が変化するというビラリ効果と言われているものがありまして、受信部も先ほどと同じように磁化したニッケルを貼り付けてコイルを巻きつけておくと、でここにガイド波、要は振動が来るとここに伸び縮みが生じてそれが磁気を生むということです。でこれでコイルを誘導コイルとして使って振動を間接的に検出するというのが従来法です。ということで、従来法は、まあ、同じような位置に置いてもいいんですけれども、送信部と受信部があって、送信部は一周巻きつけて、ここ全体この間一周において、ガイド波を起こす。で、まあ、こう矢印一部示してますけど、全体でこう振動がねじれながら進んでいって、血管があると戻ってくると。で当然両端でも反射したりするんですけれども、まあ、この前反射の信号と比べると血管で反射した信号はちょっと大きさとかサイズが異なって、まあ、これで位置が検出できるということになります。で問題点として、これで技術としてはいいんですけれども、問題点特に保温材のようなものに巻かれているものに関してはですね、ニッケルを貼り付ける、もしくは接触する、押し付けるでいいんですけど、いずれにせよ接触するという必要があります。で保温材の多くがですね、安い炭素鋼等のですね、鉄鋼管で、まあ、磁性配管でありますので、今はこうニッケルを直接別の管に貼り付けていたんですけれども、管自体が、まあ、鉄を含んでいてですね、磁性を持ってて磁化することは可能ではないかというふうに考えました。で今なぜニッケル貼り付けているかと言いますと、まあ、与えた磁盤に対する歪みの大きさがですね、鉄、コバルト、ニッケルと比べると鉄より、まあ、2倍から5倍ぐらい大きいんですね。で鉄にするとちょっと信号が小さいんですけれども、まあ、この磁化しておいて磁盤効果を起こしてということで、その管そのものをですね、磁化特性を使って非接触でガイド波の送受信ができるんじゃないかというふうに考えて研究を行っています。でこれが結構言うは易しというやつで、外側から磁束を与えて管内部で閉じさせるとですね、原理的に理想的には漏れてこないんで、中に本当に磁化が入ってるかなんて計測ができないということです。これを確かめるために電磁界解析を行いました。で電磁界シミュレーターの JMAG というモーターとかの解析によく用いられている、シミュレーターを使いまして、アイデアとしましては、こちらに管があって、その両側に、磁石もしくは電磁石を用意して磁束を侵入させておいて管を回転させて、
で電磁石でしたら、まあ電流を止めればパッと止まる。この状況で磁場を除去して、この内部に均一な閉じた磁場を発生させれないかということで、このような条件で二次元解析をしました。この際ですね、一番初期検討としまして、この磁化が起こりやすいニッケルという材料を想定して、このニッケルの磁化特性を導入した解析を行っています。で、この逆向きの磁石、電磁石を両側に置いて、この管を回すというのが、まあ、特許でも申請しているんですけど、まあ、この技術の特徴でありまして、まあ、管を回すか、もしくは磁石のペアをくるくるとこの周りで回しても同じ効果になるんですけれども、これを、まあ、磁石を固定した状態では均一な磁化埋めなかったんですけれども、これをちょっと動きがないんで、これシミュレーションしてもあまり面白みがないんですけど、今この両側の磁石から磁場が逆向きにこう入って、この中が回転しているということです。で、これを、でこれをずっと時間を経過させると、最終的にはこのようにですね、磁場を取り去ると内部の磁化が均一になっているというのがこのシミュレーションから分かりました。で、これ学生さんのアイデアなんですけど、こう段階的にこう磁場の強さを弱くしていったらどうでしょうというような提案をしてくれてですね、弱くしていってうまくいかないんじゃないかと思ったんですけれども、これがうまくいってですね、こういうように段階的に、磁場を減らしながら内部に磁化を侵入させて、最終的には電磁石を切ると、さらに強度と均一性が、内部での磁場の均一性が向上するというような結果が出ました。まあ、これはあくまでシミュレーションですんで、実際に実験してみましょうということになりました。ちょっと学会発表的なんですけれども、ということでニッケルの管、鉄でいきなりやるのはちょっと難しかったんで、最初はニッケルの管を特注で作りまして、電磁石コイルとしてこの手錠型のものを作りました。これは2つのパートからなって、こうカチャッとカチャッとこう開閉して簡単にパイプを囲むことができるんですけど、この両側に先ほど示した電磁石と同じ特性になるようにコイルを巻きまして、こちらに電流を通電して磁場を侵入させると、で管を回転させる、もしくはこの手錠型をくるくるくると数回転させて、この管の2箇所を全周にわたって磁化するということを行いました。でこちらが、そのガイド波を双磁にするシステムで、ちょっとまあごちゃごちゃしてますけれども、簡単に言うと磁化した部分、この2箇所、まあ、1つを送信部受信部としまして、こちらに、パルス的な、電流で、だいたい 60kHz の周波数の1アンペア程度の電流を流してあげます。そうすると磁気が発生して歪みが生じて、ガイド波が伝播していくということですね。反対側でそのガイド波を受信、実際には歪んでそれが磁気を生むということです。まあ、これがおそらく小さいであろうということで、我々の研究室では超伝導の超高感度なスクイッド磁気センサーというのを使った研究をしておりまして、今回はこの超高感度なスクイッド磁気センサーというものを使用して、この受信部の周りに発生する磁気の分布を計測しました。で超伝導スクイッド磁気センサーというのがあまり知られてないものなんですけれども、今世間に言い出している量子コンピューターにも超伝導式では同じものが使われています。ジョセフソン接合というものなんですけれども、日本語では超伝導量子干渉素子という名前がついているんですけれども、まあ、超伝導デバイスの中で、MRI とかちょっとパワー応用で超伝導マグネットも実用化しているんですけど、デバイスの中ではもうほとんど唯一と言っていいような、まあ、実用化商用化に成功した装置で、超高感度な磁気センサーとして働きます。で我々のところでは液体窒素もしくは冷凍機をスイッチ入れればですね、動作するような超伝導の磁気センサーを使っています。で何がいいかというと、やはり感度が大変よろしいということで、スクイッドの磁気センサーの中でこれ、まあ、左側に行けば行くほど磁気が弱くてですね、半導体のホール素子とかフラックスゲート、誘導コイル、さまざまなセンサーがありますが、スクイッド磁気センサーは弱い、人間の脳とか心臓から発生する磁気を、まあ、計測できる唯一の商用磁気センサーということになります。でこれを使って、先ほどの、まあ、サンプルと同じですけど、磁化した部分に、電流を流して、冷振磁化、振動を誘導する磁場を
打ち込みまして、それによってガイドが発生する。で、最初にここで振動を起こしてが通過する際に磁気が出て計測される。で、これまあギターの弦とかイメージしていただけると分かるんですけど、ここをピンとつまびけば振動が両側にこう伝播していって、まあ、端っこがあるとこう反射して戻ってくるようなものです。この全体長さ1メートルぐらいの、まあ、研究室で扱いやすいようなものになっているんですけれども、これで実際に実験を行って、この受信部の上に設置した超伝導の高感度な磁気センサーで発生する磁気を計測すると。で、この場合は管をですねくるっとちょっとずつ回転させていって全周を計測するというようなことをやっています。で、ちょうど真上で計測したのを0度としますと入射波が入って、それが通過して戻ってきて反射して戻ってきたもの、こちらに伝播して反射して戻ってきたもの、これ入射波とか地での反射波が、まあ、このタイミングでちょうど見えていて、それを管を回転させていって最終的には2次元の透光線のようなものを作ると、ちょうど全周においてガイド波がおよそ均一に発生していてですね、でこれがまあガイド波が伝播される時間から最初に使おうと思っていたいわゆる T01 モードと一致して、全周から比較的いい精度でガイド波が発生しているというのが、実証できました。で、先ほどは電流一定で行ってたんですけれども、すいません、それを、ちょっと学生さんが提案してくれたような段階的に減らす予報で自家して、で、同じような測定をしてあげると、まあ、これ管を開いたようなイメージになりますね。先ほどよりきれいな分布が得られまして、先ほどよりもより強く均一に磁化できているということを示しています。で、この絵の、まあ、もうちょっとこれシミュレーションすると分かりやすいかもしれないんですけれども、これは超音波電波シミュレーター S121 というものを用いた解析です。このちょうど左側ちょうど配管ですので、一部を開いてこう引き伸ばしてあげるとですね、管は板になるわけなんですけれども、その前周に、超音波発信機があるというような、ようなシミュレーション状況を作ってあげて、全体からこうガイド波を飛ばすと、こういうふうにもちろん速度はすごく遅くしてるんですけど、超音波が伝播していく。で、こちらが解析で得られたものなんですけれども、実験で得られた結果と大変いい一致を示したということで、我々の方法で磁化がうまくいってガイド波送受信ができているということです。で、この方法でじゃあ本当に血管が検出できるんでしょうかということで、最終的にはですね、実行血管をこちらに設けました。ちょっと高い管なんで、こう加工して穴を開けるのが嫌だったんで、外側にプラスチック樹脂を貼り付けました。外側に樹脂を貼り付けるだけでも血管と同じようにですね、振動する表面の波が反射して血管が戻ってくるということで、まあ、表面血管と似たような状況を作ってですね、ここが送信のために磁化した部分、こちらが受信のために磁化した部分でありまして、こちらに電流を流してガイド波を発生させて、こちらで受信して、ちょっと書いてないですけどスクイード磁気センサーでその発生した磁気の信号を計測する、で管を回転させるというようなことを行いました。で、こちらがそれぞれ0、まあ、真上を0度として数十度ずつこう回していった時のそれぞれの時間波形になっておりまして、この最初の入射波がこの時間で全部の場所で、まあ、およそ同じ大きさで出ている。で、今回はこの受信部のちょっと先ですねに血管を、人工血管ですけど表面血管のようなものを設けておりますと、この入射波が通過した後にここで反射して戻ってくる、まあ、それをシャープ D という番号の血管信号としてますけど、それがちょうど予想した時間に、まあ、特に0度の場所に中心になるように40ミリぐらいの4センチぐらいの血管を貼り付けたんですけれども、それがちょうどきれいに見えているということです。で、これをまあ分布にしてしまうとちょっと全体的にノイズがある程度はやっぱりしたシミュレーションで実験結果がこの真ん中なんですけれども、発生している中で、まあスケールをもうちょっと調整すればここにきれいな赤と青の分布が血管反射波として継続されたということです。で、これをまあシミュレーションで行ったのはこちらです。で、ここで打って入射波が入ってきて、それが血管で反射して見えているのが、こちらの部分です。で、同じようなタイミングで、まあ、ちょっとスケールを調整すれば、このような波形で、ちょうど0度の部分に血管を作りましたので、
ちょうどそこがちょっと強調されて、血管の位置もおよそ特定できるだろうというような結果です。であとですね、最初に、示したように、これを保温材とかの上から本当にできるかということで、実際管の周りにですね、保温材としては2センチ、5センチぐらいの厚さの保温材がつきますので、どのぐらい距離を離してもですね、スクイドという高感度な磁気センサで、発生するあのガイド波の磁気信号を計測できるかというようなことを行いました。これ横軸が、管からセンサーまで距離をどんどん離していったときに、同じガイド波を打ったときに発生する磁気の出力を縦軸に描いたものでありまして、要は離れても信号は弱く、当然2乗ぐらいの距離の2乗で減衰していきますので、弱くなってはいくんですけれども、20ミリぐらい離れても計測できたということです。ということで、ニッケルの管では大変うまくいったということで、現在一般的な鉄鋼材料、残留時間が残る材料に限るんですけれども、これへの適用可能性と高感度化、ちょっとノイズに埋もれないようなですね、血管信号を出せるように高感度化を検討しています。ということで、繰り返しになりますけれども、新技術の特徴、従来技術と比較しますと、従来技術では送受信部を対象配管にレーザーでも結局接触させる必要があったんですけれども、新技術では外部から電磁石を用いて対象配管、これ繰り返しますけど、残留時間が発生しないとこの方法は使えないんですけれども、磁性管に対してこれを磁化して、非接触で外から電磁波を打ち込んで、非接触でガイド波送受信を構築できるということを示しました。信号、一般的な鉄鋼材料はおそらくですね、受話効果ニッケルより弱くてですね、そこ部分をカバーするために高感度な磁気センサー、我々のところではスクイッドというのを用いて感度を確保しています。でこういうことが適用になってできるようになってですね、保温材とか断熱材と言われているものを剥がすことなく検査が可能となればですね、検査時間とかコストがもう本当に大幅に減るんじゃないかというふうに現場の方に期待していただいています。ということで、想定される用途としては、こういう管が用いられている、発電所プラントコミナート等のですね、長距離配管、大型配管の検査です。特に稼働中で保温材があって、その内側で腐食血管が起きるみたいなんですけれども、そういうものの広範囲検査、スクリーニングに適用できれば、大幅な時間コストの削減が可能というふうに考えています。配管以外にも、もしかしたら板のようなものにも磁化するということは適用できるかもしれなくて、橋梁とかですね、電力などの設備にも適用できないかというふうに考えています。もちろん課題もありまして、磁場効果が大きなニッケルだとうまくいったというところなんですけれども、現在サスとかですね、炭素鋼のような一般的な材料のでですね、残留磁化が発生するような鉄鋼系配管へ適用できないかということで、解析実験を用いて検討しています。でこれが可能でだとしても、保温材、断熱材の上から検査するにはガイド波を強化して受信部の感度を上げなければ、明確な、信号 SN を高めるという必要があるということです。で企業への期待として、実地のサンプルを提供していただくとかですね、現在先ほどのような研究を行ってますので、研究費の提供とか、共同研究などを、こちらとしては希望しています。で超伝導のセンサー使うのということで、ちょっとそんな専門的なことはというふうに言われる企業さん多いと思うんですけど、我々も実用化のためには、最近半導体センサーの感度もどんどん上がってますので、半導体を使って多技術に落とし込んでいって、実用化できると、そういう技術移転ができないかというふうに期待しています。配管の非破壊検査を実施している企業では、こういうことを導入されると、有効にならないかなというふうに期待しているところです。でこちらが本技術に関する、知的財産権で、近畿大学からは集め者私ということで、出願させていただいています。で私ちょっとこの近畿大学、前別の大学におりましたけれども、企業さんとかからの委託研究とかですね、研究所からの委託研究実施等、いろいろやってございますので、もし手を挙げていただければと、マンパワーに限りとはありますけれども、こういう共同研究を期待しているということです。最後になりましたが、本件に関する問い合わせ先は近畿大学の次世代基盤研究所の
カジカに、まあ、この連絡先URL からですね連絡をしていただければと思います。どうもありがとうございました。